AirPods Pro の、まあ、機能とか性能については以前投稿したこちらの動画で説明してますので、詳しい、まあ、その性能とかスペックとかはこちらの動画で見ていただいて、あと AirPods Pro と AirPods 2の違いについてもこちらの動画で解説してますので、そちらの動画を参考にチェックしてみてください。で、今回はこの AirPods Pro の初期設定を実際にこの動画で体験しながらお伝えできればなと思っております。では初期設定からいってみたいと思います。これね、やっぱ iPhone と AirPods Pro Apple 製品というのはこう初期設定とか連携がしやすいんですよね、これはね。なので、このままこうパチッと開いた瞬間にね、来ました、はい、おー、来た。メディアコントロール、どちらかの AirPods を1回押すと再生また一時停止、2回押すと、あ、早いな、どちらかの AirPods を長押しするとノイズキャンセリングと外部取り込みが、あ、取り込みが切り替わります。はい、はい、コントロールセンターでノイズキャンセリング及び外部取り込みの操作コントロールが表示されますと、あ、はいはい、コントロールセンターで設定とか切り替えができるということですね。はい、着信メッセージの読み上げ、 iPhone を解除することなく Siri にメッセージを読み上げてもらいますと、 Siri で着信メッセージを読み上げる、あ、お願いします、あ、結構充電されてる、 79%と60%、 はい、完了、これで終わりですよ、今ので。こう開けて iPhone で数回タップするだけで終わりです、設定完了。